ジャングザビエル・フェーブルは、スイス生まれのフランスのクラリネット奏者、作曲家。ル・フェーブルは、スイスのローザンヌに生まれた。早くからパリへと移り住み、その地で長く過ごすことになる。1778年、彼は15歳で、フランスの軍楽隊へと入隊した。フランス革命の年に国軍が編成されるとそこで、演奏を行うようになり、1790年からは、 その代理指揮者に就任している。彼は当時のパリで有名だったクラリネット奏者のミシェル・ヨストに支持し、1783年から1791年にかけてはしばしばソリストとして有名なオーケストラと競争曲を演奏した。1786年のヨストの死後は、ルフェーブルがその後継者とみなされるようになった。1807年からは、 インペリアルチャペルの首席奏者となり、生涯この職を務めた。1791年から1817年には、パリのオペラの管弦楽団にも所属した。また、パリ音楽院で、教鞭もとっている。ここでの教え子には、ベルンハルト・クルーセルや、クロード・フランソワ・ビュトーなどがおり、彼の生徒の多くが一等賞を獲得している。 ルフェーブルはクラリネットの発展に寄与しており、当時はまだ未発達だったこの楽器に改良を加えている。1802年に出版したクラリネット奏法に関する著書は大きな成功を収め、ドイツ語やイタリア語への翻訳も行われた。作曲家としては木管楽器のための楽曲を作曲しており、しばしばクラリネットを独奏楽器に置いている。また、 ブラスバンドのための楽曲も多く残している。1814年にレジオンドヌール勲章を受賞したルフェーブルは1829年にパリで没した。競争曲がチューダーレーベルに、そなたがキングレコードに録音されている。ありがとうございます。